はい、皆さんこんにちは、池新です。今日もね、懲りずに九十連山やってきました。で、駐車場ね、長者丸登山口に今いるという感じです。で、今日は6月の7日ですね。今時刻が朝9時というタイミングでスタートしていきます。で、今日もね、棒担ぎでテント泊しようと思って、テント泊装備ですね、大きい荷物で行きます。そして今日はね、僕一人じゃなくって、スタートの時からね、長崎の山がある、今日で一緒に歩くのは3回目だな。ガマちゃんとチカちゃんが一緒です、はい、で、ガマちゃんは以前体ばかりでテント泊したことがあるという感じかな、はい、で、チカちゃんは初めてのテント泊ということなんで、はい、ちょっとね、初めてのテント泊デビューにお手伝いしたいなと思ってやっていきたいと思います。で、今日もゆっくり天ヶ池コース時間かけて歩きたいと思いますんで、きついところあったらきついで言って、お互いに休憩しながら行くようにしましょう、はい、はい、というわけで、ね、今回はちょっとテント泊ですけど、よろしかったら少しだけ僕たちにお付き合いください。それじゃあ今日も最高スタートでーす。いや、今日は曇り予報やったけど、今晴れとるね。もうバッチリバッチリ。今日も気持ちよく歩けそうです。うわー、青空やね。今日も最高やろ。さあ、それじゃあね、縦原の方から今日も天ヶ池コースで棒担ぎを目指していきたいと思います。9時にスタートなので、今日もね、お昼前には着けるんじゃないかなというふうに思います。で、今日はね、さっきも言った通り、長崎の山があるガマチカコンビがね、一緒なので、まあ無理せずゆっくり行って、まずは棒担ぎでテント設営してのんびりという感じですね。そして余裕があればヒージに登るとか、そんなのをね、ちょっとプランしています。いや、しかしね、本当天気予報、今日は明日曇りで、明日はね、お昼から雨という感じになってるんで、ギリギリね、持ってくれればいいなというふうに思ってます。今はね、結構青空も出てるんでいい感じです。今日も最高。そう、あの白いのは硫黄岳。いい空。さあ、それじゃあ天ヶ池コース、今日も気持ちよく歩いていきます。遠くではカッコーの声がね、ずっと聞こえてますよ。さあ、時刻はね、9時46分ですね。ゆっくり来ました。指山分岐のベンチですね。ここで少し腰を下ろして休憩しましょう。さあ、お二人さん、ここまでどうですか。いや、自然が自然が綺麗ね。鳥たちの声がいいもんね。さあ、ベンチでね、10分近く休憩したんで、先に進みたいと思います。まあ、今日もね、時間はたっぷりあるんで、慌てずゆっくり、このね、気持ちいい森を楽しみながら歩いていきます。うわぁ、ほんとね、夏の空ですよ。セミ鳴いとるし。さあ、ぐーっと登ってきて、もうすぐ天ヶ池というところですね。いや、しかしね、ほんと青空出てるし、セミが鳴いてるし、ほんと初夏ですよ、初夏。めちゃくちゃね、気持ちいいです。さあ、天ヶ池ですね。まあ、当然水はないですね。で、足元には三山霧島ちらほら。で、正面に見える肘ね、いいじゃないですか。いや、肘だけはね、先週がピークとか言う人もいたけど、まだまだめちゃくちゃ綺麗ですよ。よいしょ。
さあ、やっぱり今日もドロンコゾーンはありますね。一週間前よりね、だいぶ乾いてるような気がする。でも気をつけていきます。よいしょ、雨が勢いすぎてね、棒がする見えるスポットです。お、今日もテントおるな。今日もね、そこそこテントはありますね。金曜日だけど、いや、さっきね、棒がする見渡しスポットからひいじ岳を見たんですけどね、やっぱりまだまだ見頃は続いてますね。はい、今週も来てよかったと思います。でこの後ね、夕方ぐらいに登れれば登ってみたいなというふうに思ってます。今日一緒のお二人はね、ひいじ岳の宮間霧島見たことないということなんで、せっかくなので今日のうちにね、行ければいいなという感じで思ってます。さあ、棒ヶ鶴が見えてきましたね。テントがね、そこそこあります。今日も楽しくなりそう。で風がね、少し吹いていてめちゃくちゃ気持ちいいですね。でさっきも見たけど、ひいじ岳山頂はね、ピンクピンクで、青空に雲、最高。さあ、棒ヶ鶴来ましたね。この日だけた感じが最高。さあ、着きましたよ。さあ、棒ヶ鶴入り口で振り向くと三股山ですね。結構ね、青空に雲が流れるのが早いですね。気持ちいいよ。さあ、時刻が11時30分、少し回ったあたりですね。長者丸をスタートして2時間半ぐらいで棒ヶ鶴にやってきました。で今日はこの後ね、テントを3つ3人分立てて、ちょっとゆっくりご飯なんか、お昼ご飯なんかにして、まあ肘だけ行こうかなというふうに今のところ思ってます。で今日もね、そこそこテントあるんで、いい場所を見つけて、またね、テント張って、はい、ゆっくりとね、いい場所を確保したいと思います。まあ、今日もね、ほんと最高、風が気持ちいい。だって今日もね、平日金曜日けど、やっぱり宮間霧島シーズンだけあって、テントはそこそこありますね。そこそこあります。さあ、そしたら、ね、テントは炊事場の横がね、ちょうど空いてて風ぶらになりそうなんで、この辺にしようかなと思います。じゃあ3つ貼っていきたいと思います。いや、そしたらね、テントが3つ貼れましたんで、ちょっと見てみましょうか。時間がね、30分ぐらいかかりましたね。はい、ちょっとこんな感じです。さあ、僕は例によってパーゴワークスの忍者テントですね。こんな感じです。で隣にはね、チカちゃんが、ガマちゃんがね、アライテントのエアライズ1、これ僕のです。でチカちゃんがネイチャーハイクのビッグですね。これも僕のですね。とりあえず今日テントは3つともね、僕のを使うということで準備しました。はい、こんな感じでね、やります。さあ、まずはね、テント立ったんで、お昼ご飯でお腹をね、いっぱいにしたいと思います。で今日はね、カップ麺、カップイデちゃんぽんでーす。イデちゃんぽんというのは、佐賀の竹岡本店かなにあるんですけど、そこのね、監修のカップちゃんぽん、これでいきたいと思います。で女性陣2人はね、三つ子さんに習ってペンネをね、今から茹でるという感じみたいです。でお昼食べて一息ついて、ひじに向かいたいかなというふうに思ってます。まずは飯飯、最高。さあ、それじゃあイデちゃんぽんいただきます。女性陣2人はね、ペンネ頑張って作ってます。三つ子さんに上手な作り方教わりたいのがいいよ。三つ子さん直伝のペンネ、今度教えてあげてください。いただきます。美味しい。イデちゃんぽん最高、最高。
人のね、ペンネもできてみたいですよ。ペンネ。上出来上出来。お味は？美味しい。あ、じゃあ正解。さあ、時刻がね、14時10分ですね。お昼ご飯食べて、少しのんびりしたところでね、いよいよ肘岳に向かいたいと思います。で、少しね、のんびりした間に雲が広がってきたんで、涼しい感じですね。はい、山頂で晴れてくれるといいなと言いながらね、身軽に、もうこのね、サコッシュだけで歩いていきまーす。さあ、棒ヶ鶴の端っこから、まさに大仙山の登り口があるんですけど、これを通過してね、さらに左に行くと、肘の取り付けになります。さあ、棒ヶ鶴から、まずはね、うとんこしまでずっと樹林帯ですね。相変わらずね、黒土のどんこですから、滑ってね、尻もちつかないように気をつけて登っております。やっぱ影だからね、雨が降らなくてもなかなか乾かなくて、滑りやすい土が続いてます。尻もち注意。いや、金曜日ですけどね、やっぱり登山者多いですね。さすが宮間霧島の肘岳という感じです。さあ、そしてもうそろそろうとんこしという感じですね。うとんこしで一息ついて肘岳ラストの登り30分ぐらい頑張りたいと思います。さあ、時刻がね、14時57分ですね。棒ヶ鶴を出て45分ぐらいかな。うとんこしです。さあ、肘岳ね、ここからラスト30分ぐらいぐっと登ります。で、そしたらね、うとんこしで少し休憩したんで、肘岳登っていきたいと思います。ちょっとね、雲がどんよりしてきましたね。降らなきゃいいなという感じです。ちょっとね、青空はなくなったけど、綺麗だと思います。まあ、少し雲がかかってきたね。中岳方面も雲かぶりました。頑張れ。さあ、頑張りどこです。はい、もうちょっと。時刻がね、15時22分。うとんこしから20分ちょっとぐらいで、一旦登り切りましたね。で、登ったって思ったら、これが山頂じゃなくって、ね、向こうが本当の山頂。うわ、咲いとる。ね、青空はね、今ちょっと雲で隠れたけど、最高。めちゃくちゃ綺麗かよ。どうですか、お二人さんは。もう最高。ね、最高。よいしょ。さあ、時刻が15時35分ですね。はい、三股山山頂です。はい、というわけで肘だけ。やりました、山頂です。1週間ぶりです。ありがとうございます。さあ、1週間ぶりの肘宮間霧島、やっぱり綺麗かね。で、棒ヶ鶴越しのね、三股山山頂はちょっとガスがかかってきたけどね、いい感じです。いや、先週はね、朝駆けでぼんやりした感じだったんですけど、今日は昼間、これはこれで最高です。あ、来てよかった。ちょっとね、九十三中崎方面、ガスが、雲が綺麗にまっすぐかかってますね。
わあ、きれいきれい。斜面のね、宮間霧島で棒がつるのテント、ちょっとね、三股さんの雲がね、かかってるのが少し残念けど、よきよき。今日も最高、来てよかった、バッチリです。おじさん、恥ずかしげもなく叫びました。お、いいね、いいね。いや、来てよかったね。最高最高。雲はあるけど、それでも最高。ね、雲は本当消えんね。もう中だけとか全然ね、雲の中よ。で、大ガツルのテントが可愛い。もう綺麗綺麗。最高。ほう、他行けよ。さあ、ひいじ岳のね、三山霧島はこんな感じでした。これがね、2024年の6月7日午後ですね。はい。もうね、先週がピークとかとおっしゃる方も多かったですけど、十分綺麗です。ね、今日も最高。さあ、ひいじ岳山頂のね、三山霧島をちょっと楽しんだんで、どうでしたか？いや、もう最高でした、もう。ね、今日がピークでした。うん。もう僕たちにとっては今日がベストピークの日ね。はい、ベストピークでした。そう、いろいろ言う人はあるけど今日がピークです。山頂付近ね、いろいろ見て回ったんで、少し戻りながらゆっくり行きたいと思います。で、棒ガツルに下ったら、ちょっとホッケインで仕入れるものがあるので仕入れて、で、晩ご飯ですね。ゆっくりやりたいと思います。はい、じゃあ最高の日だけ後にします。最高でした。ね、道山ツツジも可愛いし、やっぱり三山霧島も綺麗ですね。もう最高。さあ、それじゃあね、肘岳山頂を後にして棒ガツルに下っていきたいと思います。で、棒ガツルに下ったらちょっとホッケーンに行ってこれを仕入れて、お風呂にはね、入らないでいいと思うので晩ご飯の準備したいと思います。今日の晩御飯は何でしょうか。頑張って作ります。で、このね、うとんこしから肘だけ上り下りはね、一方通行で上ってきて、これ下り専用、こっちです。結構ね、段差が最初きついので気をつけていきます。さあ、一方通行の下り専用路でうとんこしまで下ってきました。はい、またね、ここから40分ぐらいかけて棒ガツルに下っていきます。さあ、時刻が17時15分ですね。予定通りひいじ岳から棒ガツルに帰ってきました。とりあえずね、雨も降らずに無事に三山霧島を見にひいじ岳ピストンしてきました。最高でした。見頃はね、まだまだ続いておりましたよ。テントがね、やっぱり少し増えてますね。うん。今はね、風が止みましたね。ひょっとしたらね、天気予報的には曇りだし、夜は雨がね、しとしと降ったりするかもしんないですね。はい、ひいじ岳、よかったです。いや、ホッケイン来ましたけど、天場はね、結構いっぱいですね。はい、ちょっと、温泉山荘で買い物しましょう。あれ、あれよ。いや、何はともあれね、これですよ。ね、山荘の お約束。もうね、天場まで待てない。お疲れさんでーす。最高。たまらん。めちゃくちゃうまいね。染みた。生き返る。はい、そんなわけでね、ホッケインでちょっと仕入れるもん仕入れたんで、棒がするテント場に戻ってご飯の準備をしたいと思います。さあ、ご飯は上手にできるかなという怪しい感じがします。楽しみ。楽しみ。頑張ります。
さあ、というわけでね、ボーガスに戻ってきたんで、今からご飯を作っていきたいと思います。で、今日おかずはね、長崎県民らしく、じゃーん、皿うどんを作ってみようと思います。一応ね、3人で分かれるぐらい作ろうという感じですね。で、その前に今日はね、白ご飯も炊きたいんですよ。で、先週来た時にご飯をね、1人分炊いたんですけど、ちょっと炊飯失敗したんで、今日はこのね、アイラップっていうビニール袋に入れて、これでね、あのアイラップ炊飯っていうのを試してみたいと思います。これ災害の時にも使える技みたいなんで、これをねやります。袋に入れたまま炊いちゃうというやり方みたいです。うまくできるかどうかわからんけど、やってみます。はい、アイラップ炊飯ですね。このね、アイラップっていうね、ちょっと厚めのビニール袋の中にお米と、で、それのお米の量にね適したお水、それを入れて、それね、袋ごとこのお水で炊くという感じみたいです。で、ぐつぐつね炊くのが20分ぐらいで、その後ね20分ぐらいやっぱりこう、あのあれだ、蒸らすみたいで保温して、で炊き上がるという感じみたいです。で、結構ね、あの震災とかの避難所とかでねやるのに便利な方法だと言われていますね。で、今日は2つ袋入れてますけど、それぞれね1合ずつ2合炊こうと思います。はい、上手にできるかどうかちょっとね自信がないけど、やってみます。今ね、アイラップ炊飯を始めたんですけど、これがぐつぐつするのが20分ぐらい、そしてその後に20分ぐらい蒸らすっていう時間が必要なみたいなんで、それ、ね、蒸らす20分の間にこの皿うどんの方をねやっていこうかなと思っております。はい、上手にできるかわからんけど、まあおじさん手料理頑張って久しぶりにやります。はい、失礼します。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア池新さん、ハッピーバースデートゥーユー。お、いやー、なんと誕生日近いんで、ケーキまでいただきました。ありがとうございます。まもなく58になります。 おじさんです。よくいちごまで持ってきたね。いや、ちょっとね、なんか山で作れるケーキって調べて、カステラとなんかチョコリエールとか、ありがとうございます。いや、今ね、ご飯炊いてる途中なんですけど、途中ね、動画見てくださってる方がいろいろ訪問してくださってありがたい限りです。で、山口からね、4月にも来てくださった富野六さん、彼女たちも3人でね、また来てくださって、レモンサワーいただきました。そしてね、その後来てくださった方が、東京からね、これ、いらっしゃった方もいたんですけど、その方の中の2人がね、僕が仲良くさせていただいているカブパパさんのお友達ですね。はい、いらっしゃって、まあ、いろいろお話でね、びっくりしました。はい。で、僕もね、一応7月に尾瀬に行こうかなと思ってるんで、ひょっとしたらね、その時会えるかもしれないね、ということで、ちょっとね、話が盛り上がって、最高です。で、他にもね、ほんとたくさん声かけていただいて、ありがたい限りです。はい。言っときますが、ただの、おじさんですからね。3人揃ったところで、お疲れさんでした。お疲れさんでした。乾杯。乾杯。初めてのテント泊ね。はい。いいね。ういういし。でもね、ほんとサプライズのケーキはないよ。おじさん泣く。ありがとうございました。いや、よかったです。ありがとうございます。いや、もうやっぱりボーガスルいいね。美味しい。美味しい。さあ、ご飯がね、まだもう少し炊けないんで、もうちょっとしてから皿うどん作りに入ろうと思います。でもご飯はね、なんかいい感じで炊けそうな気がします。さあ、そんなこんなで、アイラップ炊飯ね、30分ぐらいかな、ぐつ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 したんで、一旦ね、火を止めて保温したいと思います。ちょっとほったらかしてね、保温するだけです。さあ、そんじゃね、ご飯を蒸らしている間に皿うどんを作っていきます。これね、もう麺が入ってるんで、麺とスープの素、あれが入ってますね、インスタントです。で、具材は豚肉、これ冷凍して持ってきました。あとシーフードね。で、スーパーで売ってる野菜炒め用のやつ、はい、これを混ぜるだけ、はい、焼くだけです。
料理といってもね、超簡単です。で、今日はね、この外のクッカーでやります。だからまずはね、イメージ的には野菜炒め、肉野菜炒めをシーフード入りで作る感じですね。こんな感じになります。大方できた。で、スープが、さあ今日の皿うどんはインスタントなんで、スープもね、こういう粉末のスープを適量のお湯に溶かして、それをね、さっき炒めた具材、あれに絡めるととろみが出る、とろみのある皿うどん独特のね、スープっていうか、あんになるという感じですね。これでやりたいと思います。さあ、美味しくできるかな。なんかお湯が多かったような気がするけど、本当にサラサラになったかなという、トロトロになるかなという怪しい感じがしますね。マルタイの皿うどんですからね、はい、簡単調理4分ってやるでしょ。本当に具材を炒めて、前もってね、お湯沸かしてればさーっと混ぜるだけでできるんですよね。超簡単です。せっかくなんで、もう一個野菜入れちゃいましょう。多分しなくなってくれると思います。なるか、溢れるぐらいけど、皿うどん簡単よ。もうほんとこんな感じで、ほら、豚肉とシーフードちょこっと。やっぱシーフードあった方が美味しいもんね。特に貝類で、かんぼこがあれば入れて炒めて、このインスタントのこれを混ぜるだけ。よし、具材がある程度もう炒まったんで、さっき作ったスープを完全に溶けきっとらんような気もするけど混ぜます。これでとろみがあるスープがかかる感じですね。美味しいかどうかは別よ。これ全体にこう混ぜて、それっぽくなってきました。で、一旦グツグツ煮立たせます。よし、今日のところはこれで完成です。あとね、こういう麺にのせて完成です。はい、そんなわけでね、このパリパリの麺にこのあんをね、具材をかけていただきますよ。はい、というわけで、長崎県民が作る長崎皿うどんできました。いただきましょう。いただきます。よし、ありがとうございます。皿うどん食べてみます。このね、パリパリ麺にね、さっきはね、3人で話したけど、長崎県民ね、パリパリ麺にこのあんがね、とろっとこう染み込んで柔らかくなったところが好きみたいです。僕もそうです。うん、おいしい。ちゃんと皿うどんになっておりました。よかった。おいしいです。すごく皿うどん、で、アイラップ炊飯もね、思ったよりちゃんと炊けてますね。ほかほか美味しいです。美味しそうです。食べてみます。ほんとね、自家自産自産けど、ちょうどいい感じで美味しいご飯になってます。外からね、触ったら硬いかなと思ったけど、ちょうどいい。で、あったかいご飯ね、最高。いや、サラダ丼作ってよかった。もうめっちゃ美味しい。うん、ご飯美味しいです。めちゃくちゃ炊けとるよね。ちょうどいい、美味しい。いや、とりあえずね、皿うどんいただきました。自分で作っていうのもなんけどね、美味しかった。
でこの後はね、あの2人からいただいたのケーキもあるんでね、はい、それもしっかりといただきたいと思います。酒も飲むけど甘いものも好きなおっさんです。はい、結構も酔っ払ってきたね。じゃあご飯も食べたんでケーキの時間です。食べきっかな、でも美味しそうや。さあ、じゃあね、ご飯食べ終わったんで次はね、甘いものケーキの時間です。いただきます。まさかね、ここで誕生日のねサプライズケーキがあるとは思いませんやったよ。ありがとうございます。おいしい。ちゃんとほらフレッシュなイチゴまで乗っとるけんね、最高。まあ、これめちゃくちゃ美味しい。いや、ほんと山の上でお誕生日は初めてよ。美味しい。いや、正直言ってね、ご飯の後のケーキ入るかなって心配やったけど、ペロリ。美味しかった、最高。いや、天場でケーキは初めて食べたよ。ありがとうございました。さあ、お腹いっぱいになったところでね、そろそろ時刻が20時半という感じなんで、そろそろね、もう寝ようかなと思います。で、明日はね、朝がけ無理して早く起きるんじゃなくって、まあ普通にね、のんびりペースで朝起きて、で天気とかを見て、三股山にね行けそうだったら行こうかなというふうに今のところ思ってます。はい、そんなわけでね、まずは1日目誕生日のねお祝いまでしていただいて、本当幸せなおじさんですけど、1日目おしまいにしたいと思います。じゃあ、おやすみなさーい。はい、おはようございます。2日目の朝です。防月路はね、ちょっと雲がかかってますね。三股山は山のね中腹ぐらいまで、山頂から中腹ぐらいまで雲がびっしりかかってるという感じです。で、今日はね慌てる必要ないんで、まずは朝ごはん済ませようと思います。で、今日はね、昨日炊いたあのご飯、あれの残りがね、おにぎり1個分ぐらいあったんで、それにね、あれ、これ天野フーズのね、あのカレーライカレー、これをかけていただきます。このね、天野フーズのカレーが美味しいんだ。じゃあ、いただきます。こんな感じ。で、具材がね、ゴロゴロっと入ってて、めっちゃいける。で、今回一緒のね、長崎山がある二人組もね、しっかり夜は寝れたということなんで、安心しました。で、近くじゃないかね、特に初めてのテントなんで、寝れるかなってちょっと心配しとったけど、大丈夫みたいでした。いやー、防月路含め山々真っ白で何も見えんくなりましたね。さあ、今時刻がね7時を少し回ったぐらいですね。で、さちょっと前まではね、三股山のガスが晴れたり、結構ね青空が見えたりっていうのもあったんですけど、今ね見渡す限り防月路も真っ白やし、周りを取り囲むね山々もすべてガスの中です。はい、で、とりあえずはね、もう荷物は片付いたんで、軽装でね、三股山を行こうかなというふうに思っております。なので、ちょっとガスの様子がわからんので、一旦ね、北京まで行って様子見たいなというふうに思ってます。とりあえずね、2日目は三股山目指すだけ目指したいと思います。まあ、無理せんごとね、安全第一で行きます。はい、というわけで、とりあえずね、北京に、まず来ましたね、北京温泉山荘。で、こんなガスガスなんで、ちょっとね、談話室で、様子を見たいと思います。さあ、時刻が7時55分ですね。しばらく、北京のね、談話室で待ってたんですけど、若干ね、晴れるかもしれない予感がしてきたんで、とりあえず三股の方にね、足を進めてみたいと思います。まあ、山頂まで行けるかどうかはね、ちょっと様子次第で決めたいと思います。真っ白い世界ですけどね。さあ、目指す三股山はこの上なんですけどね、まだまだ白いです。
まずは、北千里ヶ浜を経由して菅森越しですね、こっちに進めます。鳥の声がよかね。はい、まだまだ真っ白見またでもね、今日もやっぱりたくさんの方がね、山を歩かれてますね。さあ、これを登ったら北千里ですね。荒涼とした砂場が広がります。さあ、ホッケインをスタートして約30分ぐらいですね、北千里にやってきました。で、見てほら、今ガス晴れましたよ、この辺りは。で、三股もね、少しガスが晴れてたり、またガスが流れてきたり、そんなのをね、ちょっと繰り返してもらいます。晴れましたね、最高来てよかった。さあ、北千里ヶ浜を抜けてきました。これをね、この後ちょっとガレバを登って菅森越し、そして三股山にぐーっと登っていく感じですね。頑張らんばです。で、これをね、左に行くと九十三の方、九十別れの方に行くという分岐でもありますね。まあ、振り返ったらね、防火鶴の方またガス、雲がね、流れてきましたね。この後三股の方にも来るかな。今は雲なし。じゃあ菅森へ行ってみましょうか。ガレバを登ってきました。もうすぐね、あの鐘がある菅森越し跡ですね、うん、お、鳴ったねなかなかね、うまく鳴らせんてよ。ガスが晴れたりかかったり、刻々と状況が変わります。さあ、それではね、菅森越しの休憩所で、ね、少し休憩したので、三股山目指してみたいと思います。やっぱりガスがね、ぐわっと流れてかかったり晴れたり、そんなのをね、ずっと繰り返しています。めちゃくちゃね、綺麗ですよ。映像ではね、いまいちこう鮮やかじゃないと思うんですけどね、目で見るとめちゃくちゃピンクで綺麗です。まあ、ちょっとね、きつい道が続きますが、頑張って登ります。いや、三股の登りはね、結構な急登で黒土なんで、めちゃくちゃね、滑りますね。で、登りはいいけどね、下りが気をつけないとやばいっす。で、振り返るとまたガスが上がってきています。さあ、ひとまず急登を登ってきましたね。で、次はこのね、尾根を少し進んで西方という感じです。何も見えん。もうすぐ西方です。が9時23分ですね。まずは三股山西峰です。さあ、三股山西峰です。1678m、 やりました。ガスガスです。うわ、本当ね、下からあんなに綺麗だったのに、上はガスガスです。で、この後ね、一応行こうと思っている南峰、まさに何も見えんね。あ、南方じゃない、本方。とりあえずね、西方、周り何も見えないですね。で、この後一応ね、本方の方に進んでみようかなと思います。で、全くね、何も見えないんですけど、ひょっとしたらね、ガスが晴れる瞬間があるかもしれないので、それに期待したいと思います。どうでしょうか。うわ、一瞬だけけどね、ガスが晴れたらめちゃくちゃ綺麗やった。またガスが来たけどね、
音声がね、いまいち良くないかもしれないですけど、映像だけね、楽しんでいただければいいと思います。本当ね、九十連山、この宮間霧島でこんなに鮮やかに咲いたの数年ぶりですね。はい、今年はいい感じです。最高やっぱり言うよね、最高。うわ、一瞬でガスが跳ねました。もう本当に一瞬一瞬、まあ、本邦に登ってる人いますね。で、本邦への登りはね、西から少し下って登り返すという感じですね。こんなね、黒土と岩の登りになります。さあ、本邦へ向けてね、登り返してきました。で、前に見えるのがね、分岐ですね。本邦はこれを左に行きます。さあ、本邦は左、南方と第4方は右ですね。はい、あと少し丘を登ったら本邦です。晴れんかねね、この丘をゆるく登ったら三股本峰の山頂になります。はい、というわけで三股山本峰です。この前まで倒れとったけどね。はい、ということで三股本峰ですね。 1744.7m です。やりました、登頂です。はい、ガスガスガスです、ね。それじゃね、真っ白なの見また、これ満喫したんで、ゆっくりね、ゆっくり下りながら、一瞬でも晴れるタイミングがあれば写真撮ったりしながらね、行きたいと思います。やっぱり風が強いんでね、山頂じっとしてたら寒いです。いや、ほんと白い本邦からね、西方への下り途中ですけど、ガスは晴れんけど、きれいきれい。で、カメラマンさんがね、たくさん瞬間を待ってますね。お、宮間霧島最高、ガスガスでも最高さあ、もうすぐね、菅森越しです。あれあれ、かわいいワンコがおる。お名前を聞いていいですか？おい、マロン、一週間ぶりやな。おお、今日も来たか。ザックがお乳になって。ザックが、確かに。先週は穴が開きました。フォローさせていただきました。ギ娘。この間の、ね、岩山とライザンの。YouTube ですね、出てやった。おー、今日もいい子だ。はい、お気をつけて、ありがとうございました。いや、まさかのね、マロンちゃんと今週も会いました。1週間ぶりです。で、今日もね、九十に来てるのはちょっとインスタなんかで、ね、見てて知ってたんですけど、まさかこの三股の下り途中で会うとは思いませんでした。めちゃくちゃね、今日も可愛くて、みんなからね、わー可愛いってお利口さんねって言われよったですねインスタグラマー山しおりちゃんもお会いしました。先週もだけどね最高最高さあ、時刻が10時55分ですね。菅森越まで下ってきました。尻餅はナッシングでした。さあ、それじゃあね、菅森越を後にして、北千里を通って、北見温泉山荘、あっちに戻りたいと思います。で、今時間がね、ちょうどいいぐらい10時半過ぎなので、北見にね、着いたらお昼ご飯をね、ホッケインのご飯を食べたいと思います。カレーと牛丼があると思うんでね、今日は牛丼の気分です。まあ、朝ね、カレー食べたんで、はい、そんな感じです。ゆっくり進みます。
さあ菅森越からね北千里まで下ってきました。ここに下るとね随分風が穏やかになってるような気がします。でね今日はさっきも言ったんですけど下りではねあのマロンにもあったし山塩ちゃんにもあったしで菅森越ではねあの九州山チャンネルのヒデさんにもねお会いすることができました。初めてお会いしてねお話できてよかったなと思います。で今日今日ね本当たくさんの方に声かけていただいて本当ありがたい限りですね。これからも皆さんどうぞよろしくお願いします。さあさあ時刻は11時42分、本当ちょうどいい時間ですね。ホッケイの裏に下ってきました。お昼にしたいと思います。さあホッケインで僕は牛丼、2人はカレーという感じですね。あ、温玉入りや。そしてここでもじゃん、マロンが浮いついて下ってきました。匂いが濡れすぎやろ、クン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 するやろ。飛びつかないよ。牛丼うまそう、いただきます。あったかいのがうまい。マロンも食べおる。もうあっという間にからです。うまかった？うまかった。いやー美味しくね牛丼いただきました。カレーどうやった？美味しかった？美味しかった。やっぱあったかいのをね食べれるのはすごくいいなと思います。でホッケインでねあのマロンたちとも合流したのでこの後テントを僕たち片付けてねあの長者バレに下るのは。マロンさんも一緒に行きたいと思います。マロンがね歩く後ろ姿可愛いかもね。尻尾がフリ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 。おかえり。抱っこされてる。さあテントに戻ってきたんで撤収したいと思います。で見ての通りね一つだけテント残してるんですけど基本ね3人ともパッキングは完了してテント一つだけ残してねあとはもう住んでます。でこの中に3人分の荷物を収めてるんであとはこのテントをしまうだけという感じになります。さあそれじゃね支度ができたんで長者バルに向かってゆっくり下山していきたいと思います。でさっきも言った通りねあのマロン君も一緒に下山してくれるということなんで楽しくね行きたいと思います。なんと山キャンさんもお会いしました。またまたお会いしました。登場させていただきました。でほら山キャンさんお昼がすごいすごいすごい人の人いやゆっくり楽しんでください。じゃあ先に下山します。はい、お会いできてよかったです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあそんなわけでね下山するわけですけどお二人さん初めての防火するどうだったですか？もう最高でした。もうすごい初めてのテント泊もすごいもう池新さんのサラウドも最高で。サラウドも美味しかったもんね。美味しかったです。ジカジさん星も見れたし、うん、美味しかったです。最高。じゃあまた機会があれば、はい、一緒にやりましょう。じゃあゆっくりね下っていきたいと思います。じゃあ棒が釣るまた来るよ。長者丸登山口へ下山です。やっぱりね棒が釣り名残惜しいですね。まあ2週連続で来ましたけどね今週も最高でした。天気そのものはねちょっと優れない感じはあったけどやっぱりねこれはこれで今日の棒が釣りこんな感じという感じですよ。やっぱりねいつも言う通り自分が来れる時がベストということなんで、まあ、昨日のねヒージあれも良かったし今日の三股ガスガスのねミスティーな感じの宮崎島最高やったと思います。来てよかった。で一緒にね歩いてくれたガマちゃんチカちゃんも
初めての、ね、テント泊楽しんでくれたみたいなんで、おじさんもホッとしております。でマロンもね、いるよ。マロン、休憩おしまいよ、行こうか。朝5時半から歩いてますよし、進んでいこうか。さあ、だいぶ進んできましたね。もうすぐ天ヶ池ですけど、ここが少し開けて棒がする見納めポイントです。あー、防火する、よかったね。また来るよ。さあ、天ヶ池まで戻ってきましたね。雨が降ってきましたね。いや、あのね、インスタでこうやり取りしているフォロワーさんなんですけど、これ、ね、和歌山県から来ていただきました。で今からね、のりこさんです。で今からね、防火するでテント泊ということで、ぜひね、ちょっと天気ぐずついてますけど楽しんでください。はい、ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございます。名残惜しい。さあ、天ヶ池を抜けると、あとはね、いつもの樹林帯をゆっくり下っていくという感じですね。で今雨がね、ポツポツ降ってきたんですけど、まあ結構な樹林帯、森がね、守ってくれるので、レインウェアはね、今のところ着ずにそのまま行っちゃおうかなと思ってます。で途中でね、雨足が強くなるようやったらちょっと考えます。いや、ほんとね、今週も最高の2日間でした。楽しかった。さあ、長者丸が少し覗いてきました。もう少し下ろう。さあ、だいぶ下ってきました。もうすぐ立て藁ですね。さあ、無事に下山してきました。立て藁湿原ですね。はい、もうすぐ長者丸の駐車場ゴールです。はい、というわけで無事にね、長者丸まで戻ってきましたんで、今回の動画はこれでおしまいにしようかなと思います。さあ、いかがだったでしょう。今回はね、テント泊で初日は肘岳で、今日が2日目が三股山をね、歩いてみました。でどちらもね、天気はすっきりとしてなかったんですけど、まあ三山霧島はね、綺麗でした。そしてこのね、長崎山があるガマちゃん、チカちゃんも初めてのね、防火するデビューしてもらいました。で無事に寝れたということなんで、ね、よかったなと思います。はい、ということで今日の動画これでおしまいしようと思います。今日もね、最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。今日ここまでです。またね。最後はマロンも一緒よ。最高やったよ。よし、OK です。